甲府駅、バスターミナルは、山梨県甲府市の甲府駅、南口広場内にあるバスターミナルである。2017年8月10日に営業を開始した、甲府駅前、バスセンター。甲府駅には、バス乗り場が、南口と北口、及び、駅の東側の JR 東日本中央本線や、JR 東海見延線をまたぐ、立教上にあるが、甲府駅、バスターミナルは、 南口駅前のバス乗り場のことを指す。北口駅前にあるバス停は、甲府駅北口、立教にあるバス停は、甲府駅という名称になっており、これらのバス停は、バスターミナルとは、区別されている。バスターミナルは当初山梨交通電車線廃止の、甲府駅前駅跡地で、南口東側の山港百貨店の位置に存在した。1八十五年には、甲府駅、ビル、 エクランが竣工したのと同時に、駅ビルの正面に移転した。その後、2015年以降改修工事が行われ、バス乗り場やバス案内所の配置が変更された。バスターミナルと名乗っているものの南口の駅前広場とは一体となっている。甲府駅を通る山梨交通の大半の路線バスと、すべての高速バス路線が、東バスターミナルを発着している。なお、甲府駅、 バスターミナルという名称は、山梨交通の公式サイトなどで使われているものの、路線バス、高速バスの行き先などでは一貫して、甲府駅、または甲府駅南口と案内されている。1985年に移転したバス乗り場は一部の乗り場を除きロータリーの中央部に短冊状になっており、駅から向かう場合一度横断歩道を渡る必要があった。しかし、 横断歩道には歩行者用信号がない上、ロータリーにはタクシーや自家用車の乗降場やタクシープールがあったことからこれらの車両の往来が多く、横断には危険を伴っていた。そのため、甲府駅南口周辺整備事業として2013年度よりロータリーの改修が進められてきた。新ロータリーでは自家用車を進入禁止にし、バス乗り場やバス案内所を、 ロータリー外周に配置することで、これまでのように横断歩道を渡ることなく、駅から各バス乗り場へ向かうことができるようになった。この改修工事に伴い、1.2番乗り場に発着していた路線は2015年6月8日から、3.4番乗り場に発着していた路線は7月15日から、それぞれ乗り場が変更された。12月17日から、 高速バス乗車券や定期券の販売などを行うバスセンターが山港百貨店の地下1階に仮移転しバス乗り場や時刻等の案内を行うバス案内所が山港百貨店前に開設された。また高速バスは10番乗り場からの発車に変更となった。2016年3月9日からは前日の振動タリーが部分的に供用を開始し、 5.69番乗り場に発着していた路線バスは、新ロータリー内の1から3番乗り場発着に変更された。そして、整備を続けていた4から6番乗り場についても9月7日から、共用を開始し、全路線が新ロータリー発着となった。この際、すでに共用を開始していた1から3番乗り場も、発着路線の変更が行われた。この時点では、バスセンターとバス案内所は、 従前通りの場所での営業を続けていた。後に、新乗り場には、バスロケーションシステムに対応した、運行情報表示機が設置され、バスの現在位置や発車時刻、遅延情報などが、リアルタイムでわかるようになった。その後も引き続き改修工事が行われ、2017年8月9日に、甲府市観光案内所が、翌日には一体で、 整備されてきたバスセンターがそれぞれ開設された。これに伴い、山港百貨店地下のバスセンターと百貨店前のバス案内所は営業を終了した。一般路線バスは一部を除いて、パスも、追加などの交通系、IC カードが使用可能。1番乗り場、編集2番乗り場、編集3番乗り場、編集4番乗り場、編集、E だ、県立中央病院。 長塚方面、編集1校、小選挙方面、編集5番乗り場、編集到着便は2番乗り場、出発便は6番乗り場に発着する、6番乗り場、編集、ありがとうございます。